ちょうどミントオイルを持っている。使ってみるか？これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。ふぅ。失礼。待って、神格ネーネ、そこは？見ろ、聞いたぞ。目を覚ました。カウネーネ、大丈夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか？寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか？カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば、毎日10時ちょうどに退勤できる。そういうわけには。その、神格、次からはもう、私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく、敏感なところなので。なるほど。すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか？今度は何もつけない。カウン先輩の角の出触りが、かねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。うん。いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし、では次から額に塗るのはどうだ？今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。まあそろそろタコを作りましょう。後で龍雲神君が進捗を尋ねに来るでしょうし。